日本は資源の呪いならず人材の呪い状態に陥り始めていると思いますが、どう思いますか。日本は資源が少ない国と言われていますが、人の勤勉さや真面目さは世界有料の人材という資源だと思います。その資源にお偉いさんがあぐらをかいてしまい、その資源が少なくなり投資もしなかったのに今の状況になっているのかと。外国人を安く入れようとしている政府は結局この人材という資源に頼り切った黒幕だと思います。まず人材資源が良いよねというのは結構あったんですけど、たまに僕があのなんか同じようなことを言って炎上するので、時間を守ってる無能より時間を守らない有能の方が大事だよねっていう話なんですけど、結局その金稼げる頭のおかしなやつというのをうまく育てた方がいいよねっていうのが、割とその今の IT 社会では結構重要なんですよ。なのであのイーロン・マスクとか、じゃあマイクロソフトのビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとか、やっぱ頭おかしいんですよ。まあ、あの頭おかしいエピソードはググればいっぱいあると思うんですけど、じゃあなんで僕今 IT の話をしたかっていうと、アメリカが経済成長してる業界って IT なんですよ。 IT 以外の、じゃあ自動車産業とか、まあ、あのテスラを除くよ、自動車産業とか、じゃあ鉄鋼産業とか船舶とか食品とか、そこら辺の業界の生産性というのは日本はそんなに変わんないんですよ。なのでアメリカがなんであれだけ儲かってるかというと、 IT 系の異常な生産性の高さなんですよ。でアメリカの異常な生産性の高さが IT から生まれてますと。なので IT でどういうやつが成功するのかっていうと、頭のおかしな人ばっかりなんですよ IT でうまくいってる人。まああのたまに聖人君子もいるかもしれないですけど、まあマーク・ザッカーバーグも含め、やっぱりその IT で成功する人ってどっかおかしいんですよ。でも日本ってその遅刻するようなやつとか、考え込んだままなんかあのその椅子に座ったまま動かなくなるようなやつとかって決めみたいな形で排除する社会なんですよね。なんかあのアマゾンのあのジェフロペス、名前忘れちゃった、ハゲの人、あの人も考え事しちゃうと椅子のまま動かなくなるので、なんかあのスタッフの人とか勝手にその座ったままその椅子を移動するみたいなことをやるらしいんですよ。ジェフ・ベゾスか、はい、っていう感じで、やっぱりちょっとその IT でうまくいく人って人間としては欠けてる部分がある人が多いんですよね。逆にいくと、そういう欠けてる部分があるから IT 系でうまくいくってことだと思うんですけど、でもそういったその何かが欠けてるというのは、例えばそのじゃあ遅刻をするとかっていうのは良くないよね。なので人格として完璧な人がいるべきだよねっていう風に割と日本の人って今でも思ってるので、そう考えている限り、その IT の超優秀なやつにあのガサッとかけて、でそこが世界中のプラットフォームを取るっていうのはやっぱできないと思うんですよね。ただそのアメリカの場合って、この会社うまくいくかもっていうのがあったとしたら、その会社にめちゃめちゃ投資をすると、結果として世界中のマーケットを抑えちゃうっていうのがあるんですけど、そこまで度胸もないし金もないし、でおかしな人っていうのも育てないっていうのがあるので、なのでその人材を育てるとか優秀なその種があったとしても、それは育てるっていうのができないので、でその今その人材の呪い云々でおっしゃってるのは、その真面目な労働者という意味でいくと思うんですけど、真面目な労働者っていうのはあの ご察しの通り、外国人でも真面目な労働者はいるんですよ。例えばじゃあその群馬県とかで、じゃあベトナム人がもう今確か2万人か8万人かなんか何万人かいるんですけど、でそういうじゃあ技術研修生の人たちっていうのをなぜ雇うのかっていうと、日本人よりも真面目に働くというのが結構あったりするんですよ。日本人だから真面目だよねっていうのって、もうあの今の時代はそうでもなくて、日本人の若い人ってすぐ仕事辞めるけど、外国人の方が全然真面目に働くよねっていうのになっていて、なんでその真面目にコツコツと熱心にやりますというのが外国人の方ができてる時代になっちゃったんですよ。なのでそうなると、真面目にコツコツ働くというので、もう日本は残念ながら戦えないので、あとはじゃあその先進国で利益率を上げてるところのように、頭のおかしなやつに IT やらせてひたすら投資をするっていうコースぐらいしか残ってないんですけど、残念ながらそれもやらないので、30年間成長しない国っていうのを今やってるんじゃないかなと思います。結局その社会が自分に優しくない時に自分が死ぬっていうのですぐ死ぬ人もいるんですけど、どうせ周りが優しくしてくれないんだったら一発逆転かましてちょっとスッキリしてから死ぬわみたいなタイプの人もいるんですよね。あとはまあそのもう自暴自棄になっちゃって、もうどうでもいいわ、最後に嫌がらせしてから死ぬわみたいな、あさっきと一緒かっていうタイプの人もいたりするので、なので生活をしていく上で不幸な人っていうのをなるべく減らすというのが多分正解になるんじゃないかなと思ってたりするので、なのでベーシックインカムとかにした方がいいんじゃないかなと思いますけど、大阪でその精神病院のあるビルに火つけた人も生活保護もらえなくて貯金が2000円だったらしいんですよね。で貯金2000円で生活保護もらえませんって言ったら、もう餓死するしかないじゃないですか。
まあ、どうせガチするぐらいだったら一発やらかしてやるぜみたいなことになって多分やらかしちゃったと思うんですよね。なのであの人にじゃあその生活保護だったりとか、じゃあその一時的な生活のためのお金とかを渡していれば多分なんとかなった可能性はあるんじゃないかなと思うんですよね。で一応生活保護もらえなかった理由が不動産持ってたんですよ。ただその不動産が誰も借りないっていう、だから昔はそこを借りてる人がいたから家賃で暮らしてたんですけど、もう 誰も借りない不動産があって、そこをまあ不動産持ってるんだから何か売るなりしてくださいと。でもあの不動産売るのって1ヶ月とかでも売れないじゃないですか。で売ってる最中だったらしいんですよ。でも売れないと、でももう2000円で飯も食えねえとっていうところで、じゃあブチ切れちゃったっていうのもあると思うので、なのでその飯ぐらい食えるようにしたらっていうのがあるので、で役所によってはあの困ってますっていうと食い物くれる役所ってあるんですよ。その日だけの、なんか一週間分の食料セットみたいなので、まあ、ひとまずじゃあその生活保護は出せないけど、この食料食ってくださいみたいなのがあって、だからそういう感じで、そのまあ、あの食い物をあげるとかでもよかったと思うんですよね。なので役所がもうちょっと何か気を利かせたら、あの、避けることができる可能性があった案件なんじゃないかなと思うので、人を追い詰めないっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、あの、現物支給にすると、じゃあ、そのなんか国産品なんですけど余ってますとか、なんか牛乳余ってますとかあるじゃないですか。あんな感じでなんか米余ってますとかもあったりするので、そういうのバカスカ配るとかって言ったり、その国産の野菜とかでなんかこういうのちゃんとあの高く売れた方がいいよねみたいなところを国が買い取って配るみたいな、まあフードバンクみたいなのありますけど、っていう感じでやるといいんじゃないかなと思うので、なのでなんか困ってる人を追い詰めないようにした方がいいと思うんですけど、まあなかなか、ただ今普通に働いている人たちも結構きつい状況だったりするので、自分は働いて辛い思いをしているのに何にもしないで食い物とかお金もらってるあいつらっていうのもムカつくよね、だからそういう人たちが金もらうのって良くないよねみたいな、後ろ指を刺したりとか足を引っ張ったりっていうのが日本はちょっと多めな気がするので、みんながみんな生活保護をもらうっていうのができないのであれば、みんながみんなベーシックインカムをもらうっていう方向の方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。相対的貧困でいくと、結構あの貧困にあるシングルマザーの家庭がお金を貯めてビジュアル系のバンドのライブに行きましたみたいなのをなんかテレビで流れた時に、働きもしないでそういうとこ行ってるのはけしからんみたいなバッシングになってたと思うんですけど、あれってその生活保護でその人たちがお金をもらってるからバッシングになるだけで、じゃあそのベーシックインカムでみんな毎月7万円もらってますってなれば、ライブに行く人もいれば俺はその7万円で別になんかあのパソコン買いますとか、じゃあゲーム買いますとかアニメの DVD 買いますとかってなるので、みんながみんなもらえてたら別にそんなになんか他の人がもらってる動向とかで足引っ張ったりしないんじゃないかなと思うので、なんかベーシックインカムにした方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。ホスト遊びしてる女は公的支援という報道を知り、男遊びなどする暇もなく秋のための労働に追われていた私の若い時期って一体何なんだろうとため息、ホストで散財してる女の中には売春に足の子もいて治安のため支援とのこともありますが、学費や家族の生活のためならホストで遊ぶために売春してる女を税金で支援するくらいなら、ホスト遊びなどせず毎日共に学び働いている若い女性を支援した方が良いとしょうがないんでしょうか。ちなみに裏で風俗業者とつながっているホストを規制するのは賛成です。あ、僕もこれ賛成ですね、普通に、はい、結局あの努力をしている人は努力してなんとかなってるから支援する必要ないよね。で、努力をしないで困ってる人というのは目につくから、この人たちを支援しようっていうのに社会福祉ってなりがちなんですよね。なのであの本来であれば別になんかじゃあ社会福祉とか頼らずにきちんと稼いできちんと納税してきちんと暮らす人っていうのが偉いよねになるはずなんですけど、きちんと勉強しませんでした、きちんと働けませんでした、だからお金がありませんっていう人ほど支援されるんですよ。なのでその大学の学費とかもなんか年収制限とかあるんですけど、子供の学費ね、あの高校とか、まあ、あの地方自治体にありますけど、それもあのちゃんと働いてる親のは支援しないけど、ちゃんと働かない親の場合は税金で支援されますみたいな、あ、ちゃんと働かない方がいいんだみたいになっちゃうじゃないですか。なので僕はあのベーシックインカムっていう制度を結構あのやった方がいいよって毎回言ってるんですけど、1人当たり月に7万円ぐらい配るっていうのにして、2人で暮らすんだったら14万円だし、で子供がいるんだったら半額で、なので子供2人いると2人合わせて7万円で、親2人で14万円で合わせて21万円が働かなくても入るよね、でさらに働いたらもっとお金をもらえるよねと、まあ2人子供両親で21万円あれば食うには困らんよねと、でそれ以上の娯楽をしたいんだったら働いてください、でちゃんと働いてる家庭はきちんとお金があるんだから学費でも働
働けない払えるよねっていう形で社会福祉を働かないやつ努力しないやつに対して配るのではなく全員同じ額を配ります。なので努力して頑張ってる人はより見返りが大きいですっていう形にした方がいいよねっていうふうに僕は考えてるのですが、なかなかそういう形には日本の社会は馴染みづらいんですけど、他の国の方がベーシックインカムの実現は早いんじゃないかなと思うので、他の国がそれができてから日本にも再輸入されるのかなという気がしますけども。努力は親ガチャに勝てるか。僕は慶応大学薬学部出身の無職ですが、もうすぐ受験シーズンを迎える中、東大卒大などが勉強はこの世界で唯一努力が報われる分野なのに環境のせいにして努力しない人間嫌いと言ってました。確かに人の身に努力すれば凡人でも現役でマーチやる超高効率ぐらいいけそうですが、ヒルさんの気の利き者は大学受験で親ガチャと努力のどちらが大きいと思いますか。親ガチャの方が大きいです。努力ができるというのも遺伝の影響であるっていうのが割と最近言われていることなので、努力ができるという遺伝子を持ってるやつが努力しないやつらが悪いって言ってるのって、いやいやあんたそれ遺伝子のおかげだよっていうのを無視しちゃってるんですよね。例えばそのじゃあ大谷翔平さんが努力をしたら俺みたいに MVP をメジャーリーグで取れるんだって言われたとしても、いやいや確かに努力はしたと思う、でも努力だけではそこまでいけない人が世界中にいっぱいいるわけじゃないですか。大谷翔平さんになれなかったメジャーリーガーとか、まあ、日本のプロ野球選手とか多分同じように努力してると思うんですよ。でもいくら努力してもやっぱりなれない人はなれないっていうのがあるので、なので努力をする能力っていうのも実は遺伝で決まってるというので、努力は誰にでも平等にできるって言ってる人は大抵こう自分が努力できる遺伝子を持ってるタイプなんじゃないかなと思いますけど、例えば偏頭痛持ちの人っていうのがいて、季節柄とか気圧が変わった時とかアホみたいに頭が痛くなるらしいんですよ。まあ、僕持ってないのであんま気にならないですけど、で偏頭痛持ちの人がじゃあ集中して勉強しようって言ってもやっぱり頭ずっと痛いと30分間集中するってことができないんですよ。頭痛いが気になっちゃうわけじゃないですか。何かこう記憶しなきゃいけないと思って、で殴られたような痛みが突然こう来るってなると、それなんか覚えてることを忘れちゃうじゃないですか。そういう症状を持ってる人の前に努力をすればできるよ、東大でも努力すれば誰でも受かるんだ、お前偏頭痛持ちになってみろって話なんですよ。でこれ生理痛とかもそうで、男性の場合生理痛がないので基本的にはあんまり分かるんですけど、まあ、女性も軽い人もいるんですが、重い人になるとやっぱりその生理の最中というのは体調が悪くなって記憶するどころじゃないよねってなっちゃうんですけど、それをこう乗り越えた上でじゃあ同じテストをやりますっていうので受かりましたっていう人は、何も乗り越えてない人と乗り越えてきた人でやっぱりハードル違うんですよね。なのでなんか一概にその誰でもこういうことができるはずだっていうのを見極めは良くないんじゃないかなと思うんですけど、そのサッカーで5大陸でプロで活躍して、で日本のサッカーのなんか世界大会なんて言うんだっけ、まあ、いや本田圭佑さんね。で本田圭佑さんがサッカーすごいよねっていうのは、確かに本田圭佑さんもめちゃめちゃ練習してるんですよ、それは事実です。でも本田圭佑さんのおじさんって、日本でオリンピックでなんだっけ、ボートだか重量上げだとかでオリンピック出てる人なんですよ。なので結局その遺伝子的にオリンピックに行けるような、ワールドカップね、オリンピックに行けるような遺伝子を持っているという過程で育ったっていうのもやっぱり重要な要素なんですよ。で確かお兄さんだかも海外でサッカープレーしてるはずなんですよね、っていうのもあったりするので、なんだかんだ言ってその本田さんも確かに努力はしてるけど、でも遺伝子の影響ってあるよねっていう至極当たり前の話じゃないかなと思うんですけども、はい。そもそもの売り上げの出にくい部署に配属され、死ぬほど尽力したにもかかわらずボーナスカットと宣告されました。こちらの言い分をぶちまけたところ、売り上げではなく努力が見えないからと謝罪のみでカットは空でした。週明けにはハローワークに行って腹の立たないロボットになる事務職を探そうと思っています。見つかったら現職はやめますが、その前に何か復讐したい気もあります。いい案もありますでしょうか。まあそういう会社なので、でボーナスなのでカットすること自体も労働基準法上全く問題ないので、そういう意味では悪い会社に入ってしまったということだと思うので、なので まあまともな会社に入るっていう方向に時間を使った方がいいんじゃないかなと思います。要はムカついたっていう気持ちを僕に伝えるために1220円払ってるので、ムカついたプラス1220円損してるんですよ。なのでムカついた会社のことを一切考えない、そこに時間も労力も使わないっていう方がコスパはいいんじゃないかなと思います。